はいみなさん、まいどまいど。動画はね、カットね。妙霊のお姉様ね、カットといってもね、いろんな思惑を持ってね、切りに来るからね、本当に長くてね、バッサリ切りたい人ね、ちょっと切りたい人ね、なんとなく来る人ね。なんとなく来る人だよね、なんかつまんないとか、面白くねえとか、なんかこう、髪の毛が伸びたから切る、形を変えたいから切るじゃなくてね、まあそういう方もね、いるんだよね。 まあ、こちらの方はね、それプラス、ちょっと伸びたかなぐらい、ちょっと確かに毛先がね、ボサボサに伸びすぎたかな。でね、どうしたいとか、どう切りたいっていうね、方向性は全くないんだよね。ただなんとなくふらーっと来たような感じ。まあ、こういう方の場合はね、おおよそ伸びた分切る、ちょっと三ケカットがね、通用しないようなタイプなんだよね。特にね、何かこうしたいとか、ああしたいとかってあるんなら最初に言うけどねそれ、それ言わないからね、こういう場合はね、いつ切ったか聞いてね、まあ、おおよそ半年ぐらい前ってことでね。 まあそれより前かもしれないけど、よくわかんなきゃ5ヶ月前だっけ、半年前だっけっつんで、伸びた分ぐらい切る、前回もね自分で切ってるからね、まあ平行移動で切っとけばまあ、問題ないだろうと、今ね、髪の毛がね溶かせねいんだよ、絡まっちゃって。だからラスタスターープレーシリコン シリコンオイルはね軽いからいいよね、つけすぎてもさほど大しくとないよね、これシリコンオイルをつけすぎるまでつけようと思ったらすごいよ、実際ねかけている時間がねここまでふっかけるかつってやってもね大したことないんだよね、あのラスタスプレーとかね、ねあのドット、うん、N ドットのシリコンオイルね。 ちょっとね毛先がもう完全に細く薄くなりすぎちゃったね、バラバラね天然シャギやっちゃったんだよね、基本シャギ入れる人だからね、シャギというより毛量調整する方だからね、それプラスね年齢的に天然シャギが張りやすいからねその天然シャギの部分切ってね、あとは、まあ、平行移動だよね、全体に伸びた分だけ切って伸びた分だけすいてね。 前回自分で切ってなくてね、よその店で切られるとね、なんかやっぱり自分の切り方ってなってね、触っただけでね、あれおかしいってなるよね、あの、ここ長くねえとか、ここ切られすぎてねえとかね。 大体ね、そういうところってね、聞くとお客さんもね、うん、ちょっと長いかなとか、ちょっと短いかなとか。まあ、あと、わからないって返事もあるよね。やっぱりわからないっていう時はよくね、切らずにね、様子を見るべきだよね。こちらの考えと違う場合なんかよくわからないって言われるよね。ね、わからないから好きにやっていいですよ、なんて言われる時はね、一番困るよね。まあ、切らずに無難に切っとくしかないよね。んで、顔色が上がって、なぜ前回の店がね、そこを短く切ったのかね、長く残したのかね、見てるとなんとなくわかるよね。 これはね、あの、何年もやってるベテラン美容師はね、本当にそれ、見ただけでわかるんだよね。でも、初心者の方とかね、これからカット始めるような方はね、始めて間もない10年以下の方なんかね、やっぱりそれがね、ちょっとわかんなかったりするよね。まあ、わかんなくてもね、カットなんかできるからね。まあ、逆に、わかってね、我々と同じレベルで仕事やられると困るってのはあるよね。<laughs> やっぱりちょっと我々より下手で、下手にカットしてくんねえとね。<laughs> はい、お疲れ様でした。